ゴライアスクワドリマキュラタス97ミリメートル。ゴライアスオーツの花ムグりは、昆虫湖昆虫もクコガネムシカに属する大型の花ムグり。アフリカ大陸に生息する。ガライアサス属の総称だが、その中のガライアサスガライアサスのみを模さし、また金運種にゴライアスの名を持つものが存在する。旧約聖書のサムエル記に登場する巨人、ゴリアテの英語読みゴライアスから、 同じ由来の名前を持つ動物には、蝶の一種ゴラヤストリバネアゲハや、世界最大のカエルであるゴラヤスガエルがいる。大型の個体は、体長が100ミリメートルを超え、体高、体幅も大きい。大型のカブトムシの少ないアフリカでは最も大きいコガネムシである。また、世界一人昆虫とされている。オスでは頭部に短い角を持ち、角は先が黒くなって2本に分かれる。 足は特に前足が太く長く、力も強い。基本的に胸セ聖タには白地に黒色の模様が左右三体あり、甲子は白色に黒の模様がある。これらの模様は種によってわずかずつ異なり、同一種でもオスとメスでは模様が違う。比較的頻繁に飛翔し、その巨体に似合わぬ速度と機敏さで飛ぶことができる。しかも、 花むぐに赤特有の鞘羽を広げない飛び方をするので飛び立つ際にもわずかな時間しか用しない。前橋聖田公園は鋭いナイフのように発達し、前橋、中橋間の関節に力を入れて隙間を狭めることで、このナイフと上羽根全の間に物を挟み、切断することができる。これは天敵である各種の猿や鳥類への防衛手段と考えられる。 同様の機能は、コーカサスオオカブトなどにも見られる。ありがとうございます。